はい、どうもこんにちは、ロクドロールです。今回紹介するのは神様何ですか？びっくりはぶっちが欲しいな。おい、ちょっと神様ねえ。なんか落ちてきた。でも神様ちょっとねえちょっとまあいっか。今回は僕のビックリマンコレクションを全部紹介したいと思います。まあ何枚あるか忘れちゃったけど結構あるはずです。で、厚みはここで2センチ1ミリぐらいあります。で、古いビックリマンと新しいビックリマン、あとは今のまあ20代ぐらいの人、まあ古いのと新しいののちょうど間ぐらいのもいろいろあります。じゃあ見ていきたいと思います。すごい長い動画になるかもしれないけど、マドモーゼット、デビルゼウス、フェニックスサイバーアップ、ヘラクライスト、スーパーゼウス、鬼ヶ島、十字架天使、ブラックゼウス、ヤマト王子、野生エルサエム、スーパーゼウス、十字架天使、アンドロココ、ヘッドロココ、セーブズ、サンゴ、サンニョテン、トジックバラ、オプトジンジェネ、ヘラクライスト、人体弾、ジャック、スカイボセイ、セイクーキング、女面菩薩、クリスタル王子、ポンプ大帝、アリババ人体、ヤマト人体、オアシス天女、カキゴーリラ、カラスキャーナ皇帝、ワビットデビルシュ、クロスパローシュ、お邪魔王、ヘッドロココ、スーパーゼウス、オトモアイルー、フルフル、イビルジョー、イアンクック、絶好したラージャン、リオレウス希少種、ネロマジン、ネロマジン、怪奇盗賊、フックロウ、マメーバー、ジネンマ、クーマ、怪奇日食、百聞巻、マカゴ、変電機、ダンゾーマ、ニューロビン、少女、よし、溝掘り一平、水女、スケデン、プチオリン、外国しもり、食い打ちジスケ、次女、敵女、シュポンジ、お祓い小僧、助け船、アキンド・ベノバ、イージーヒッター、ゴースト・アリババ、一本釣り手、ドンマ、ネロ・マジン、ダーク・マター、で、最後のゼット・シオリンの一杯、枚数です。何枚あるかは、4、5、6、7、8、数えるのめんどくさい。まあ何枚かを発表しましょう。じゃあ中にある枚数は、せーの、はい、74枚もありました。あとちょっとで100枚越すので、あと30じゃない、26枚で100枚いきます。26枚目指して頑張りたいと思います。で、74枚がもし間違ってるよって人思った人は、その本当の枚数を言ってコメントにください。ちょっともしかしたら数えのミスがありますあるかもしれません。で、そうです、まあやっぱいいか、別の動画にしましょう。じゃあ今回はこちら、僕のビックリマンシールのビックリマンコレクションのご紹介でした。ただ紹介してなんだみたいな感じですけど、皆さんもぜひぜひ
いっぱい種類あるので皆さんも集めてみてはどうでしょうか。ではバイバーイ。じゃんけんぽい。チョキでし、チョキじゃないパーでした。また見てね。おまけ、今のビックリマンはキラしかないのでつまんない。だからロッテさん、今は前みたいにシールを大きく、それにノーマルと、ヘッドに、ヘッドシールをちゃんと分けて、ノーマルを入れてほしいです、僕は。うん。ヘッドを狙うのが楽しみなんで、僕はそう思います。ただ、それだけです。バイバイ。